給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っている。我々はそれを予想できず作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。クーチャさん、エレン止まりだ。進め、エレンを守れ。燃え、援護を頼む。メガタの中身が、それとも複数いるのか。ヤグマ、かかってこい。差し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ。メガタの巨人だ。3人で女型の巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなのエレン、私たちのことがそんなに信じられないの？我が藩の勝利を信じてます。ご分を。進もう、振り返らずに。リヴァイ藩のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。もう終わり。行くわ。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。ここで補給するんだ。これでいいでしょ。見せてあげる。結果は誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。
長、俺の選択は拠点を作ってもらえる？行くわ。信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。うわ、殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。見たか、すげえ。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。信じたいと思ったから、みんな、俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、今に兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。拠点を作ってもらえる？
だ。逃げちゃダメ。おい、エレンはどこだ？巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。次から次へと湧いてきやがる。
れる。奴に逃げられる。エレンの救出に目的を絞るぞ。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。ここに立ててほしいの。よし、この拠点で補給していくといい。エレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。奴の足を止められるはずだ。始めましょう。巨人どもめ、邪魔すんな。よし、こいつで足止めしてやる。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。お前はあの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。